皆様こんばんは、コモンズ投資福本です。本日もですね、平日の夜というお時間ですが、弊社のセミナーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。今日はですね、企業との対話、ザ・2020ビジョン投資先企業鎌倉新書を迎えしてというタイトルで進めてまいります。実は2年前のですね、周年イベントに出ていただく予定だったのがコロナウイルスで中止になった、その時のご登壇予定してくださったですね、会長の清水様に今日おいでいただいています。それでは早速始めてまいりたいと思います。今日のですね、セミナーなんですが、ズームの機能を使って、行っております。そこで皆様にも先ほど見ていただいたんですが、お話を聞いていただく間はですね、カメラ、マイクはオフの設定でお願いいたします。で、質問はですね、チャットの方で受けたまわりますので、ぜひ、どしどしお寄せください。コメントでも結構です。で、後半ですね、質問の時間を取りさせていただきます。その時に、もしお顔出しで質問されたいという方いらっしゃいましたら、ぜひそちらも受けたまわります。直接の対話ができるようにということでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、今日のご登壇の皆様、カメラマイクオンにして出てきていただけますでしょうか。清水様お願いいたします。はい、改めましてこんばんは。こんばんは。お願いいたします。では飯さん、開始の挨拶ということでですね、お願いいたします。はい、皆さんこんばんは。コモンズ投資の飯でございます。今日はですね、鎌倉新書さんのトップ CEO されてます、清水会長にお越しいただいております。ザ・2020ビジョン、もともと2013年にファンドを立ち上げまして、2020年を起点にして、日本が大きく変わるというコンセプトでですね、ファンドを立ち上げました。で、2020年、まあ、今2021年になってますけれども、2020年どんな分岐点なのかというとですね、そもそもなんで2020年に、オリパラを東京でやるのかということを考えたときにですね、意義があるとしますと、まあ、私は特にパラリンピックにフォーカスしたらいいんじゃないかなというふうに思っていたんですけれども、2020年実は東京はですね、4人に1人が65歳以上ということで、世界で最も高齢化のスピードが速い都市になりました。で、ただ高齢化っていうのは何も日本、あるいは東京だけではなくてですね、ニューヨークも、あるいはロンドンも、パリも、あるいは北京も、あるいはソウルも、まあ、世界中がですね、高齢化していくっていうような中で、パラリンピックっていう、お話をしましたのが、パラリンピック今回共生社会を作ろうというようなことが随分いろんなところで言われてたと思いますけれども、まあ、我々も2020年その共生社会を作る起点になるんじゃないかというふうに思っていまして、でそれを象徴するイベントがパラリンピックで、障害者に優しい都市ができればきっと高齢者に優しい都市につながるだろうというコンセプトでした。そういった中で鎌倉新書さんって聞くと皆さん、書店ですか、本ですかっていう感じがあるかもしれませんけれども、まあ、元々は、仏壇ですとか仏具の、業界向けの書籍を出されてたんですが、むしろそういった、物消費ではなくてですね、こと消費で、将来、就活を誰もが当たり前のようにですね、高齢化してくる社会の中で考えると、その時にいろんな体の心配であったり、あるいは家族の心配であったり、お金の心配であったりというような不安を全部ですね、お手伝いをしていこうと、まあ、いうようなモデルに、鎌倉新書さんど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 ん変化をしておりまして、そういった意味では2020ビジョンで共生社会、特に高齢化を迎える東京、日本で、新しい価値観、新しいサービスが出てくるんじゃないかということを考えたときに、まさに鎌倉新書さんではないかというふうに我々は思っておりまして、2020ビジョンではですね、長らく投資をさせていただいております。本当に今日は楽しみにしておりますので、皆さんもですね、いろんなもしかしたらご不安とかなんかも、ご家族なんかでもですねあるのかもしれませんが、ぜひ、鎌倉新書さんのサービスあるいは思いをですね、ぜひ今日は聞いていただければと思います。鎌倉新書さんのコーポレートカラー、コモンズ投資のコーポレートカラーとほとんど同じ
じゃないかなと思っておりますので、今日はそんなところも楽しみに聞いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日はですね、最初に清水様のお話をお伺いさせていただきまして、その後はですね、担当アナリストの原島、そして委員による委員と清水様による3人のトークセッション、そして後半に質問タイムという流れで進めてまいります。繰り返しになりますが、ぜひ皆様コメント質問どしどしお寄せください。またお話を聞かれる間はですね、カメラマイクオフでお願いいたします。それでは早速清水様、お話の方どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは。今ご紹介をいただきました、株式会社鎌倉新商の代表取締役会長をしております、清水博隆と申します。本日はこのようないい機会をですね、設けていただきました、コモンズ投信の皆様、本当にありがとうございます。またこの夜のお忙しいところにですね、この私のようなもののお話をですね、今聞いてやろうと思ってくださった皆さん、本当にありがとうございます。で、今イー様からご紹介を少ししていただいたんですけれども、私どもの、会社がですね、この鎌倉新書っていうんでですね、本屋さんなのかとかですね、出版社なのかというふうに思われるのが当たり前だと思うんですけれども、ちょっとその辺のことを含めて会社のことですね、あるいは事業のこと、それから私どもが取り組んでいるこの領域っていうのが就活っていう領域でございます。就活っていうのは昔は就職活動のことを就活って言ってたんですけれども、今はその就職活動の就活とですね、この終わりの活動の就活、高齢社会の進展に伴ってですね、この2つの就活がですね、一般語になりましてですね、この私たちはこの終わりの方の活動のところで事業をやっておる。で、この就活について少しお話をさせていただいてですね、それから時間にあまりないんですけれども、中長期的に何を考えているかということ、それから最近どんな取り組みしているかとか、その辺のお話ができればいいかと思います。皆様の、ご理解にですね、手助けになれば幸いでございます。で、先ほども名前が出版社だよねっていう話、出版社本屋さんだよねって話があったんですけれども、今私どもが具体的にどういうことやってるかっていうとですね、主にインターネットを使ったサービスを行う会社でございまして、何を行っているんだっていうと、例えばその葬式だとかお墓だとか、それからお仏壇、それから相続ですね、それからその不動産、不動産といってもリクルートさんの不動産サイトとか、そんな何ていうかな、大きな規模のものではなくて、この相続に伴って、売らなきゃならない不動産、こんな狭い不動産の領域ですけど、それから介護ですね、それからその相続に絡んで保険ですとか、それから今お家の片付けとか、その整理だとかですね、いうのとか、それからあと最近だと単身の方が多いんですね、お一人暮らし、高齢者の単身世帯、そういう人たちに向けたサービスですとかですね、こういったですね、人生 その最後の方にですね、必要になってくるようなものであったり、サービスの購買をですね、ユーザーの立ち位置になってお手伝いをしていこうと、ユーザーを適切なその、事業者、お葬式をやっている会社さんですとか、不動産を、売却を手伝ってくれる会社さんですとか、保険の代理店さんですとか、お墓だったら石材店だとか、相続だったら司法書士さんとか行政書士さんとかですね、そういったその専門家のところに、連れていく。連れていくっていうか、船に乗せてですね、その目的地まで、お連れをしてですね、その船賃というか打賃をいただくというようなことが我々のなりわいでございます。こういったことをインターネットを中心にやっておる会社でございます。で、じゃあなんで鎌倉新書なんだっていうところからちょっとお話をさせていただきたいと思うんですが、この鎌倉新書って会社は私が創業したのではなくて、私の父親が
やっておったですね、もともとは仏教書の書籍を出版する会社でございまして、で私が28ぐらいですからね、5年弱ぐらいですね、まあ、サラリーマンをやっておったんですが、大学を出てですね、その時に、まあ、たまたま父親から電話がかかってきてですね、まあ、何かって言ったら、まあ、会社を、まあ、手伝ってほしいんだと、まあ、いう話だったんですね。で、まあ、手伝うも何も、社員数人のですね、本当にまあまあ、近所の八百屋さんぐらいのですね、規模のですね、まあ、会社だったんで、まあ、全くそういうつもりはなかったんですけれども、まあ、どうやらですね、会社が非常に厳しい状況でですね、で、まあ、社員がもう1人かけ2人かけして、まあまあ、どうにもならないと、まあ、いうような状況だったようです。で、まあ、私も一緒に住んでなかった、一人暮らしをして思ったんでですね、詳しいこと知らなかった、まあ、ただまあ貧乏してるだろうなぐらいのことは思ってたんですけれども、まあ、会社が潰れそうだとか、まあ、そういうことまであんまり詳しく知らなかったんですけれども、まあまあ、大学出してもらったこともあるし、長男だってこともあるんで、まあ、そういう切実に言ってくるもんですから、まあ、半年ぐらいしたら、まあ、じゃあ会社辞めて手伝いましょうかということで、まあ、入社をしたという、まあ、そんなことでこの鎌倉新書とのご縁ができたと。で、まあ、入ってみますと、もう本当に売上の3倍弱の借金があってですね、まあ、月々のお金も回らないような、まあ、当初そういうような、まあ、状況でございました。で、まあ、もともと仏教書っていうことなんですけれども、まあ、それはその、新興宗教の本でも扱っておればバーンってこう売れていいのかもしれないんですけども、まあ、歴史の教科書に出てくるようなですね、そういうその教祖様とか、そういう人との教えだとかですね、まあ、そんな、まあ、すごい真面目な本を作ってるもんですから、まあ、作っても、まあ、赤字が膨らむばっかりと。でいうことで、まあ、同じことを入社した当初から、まあ、その厳しい状況をその入社して初めて知ってですね、で、まあ、同じことをやってたらもう終わるだろうと、この会社終わりだということで、私はその新しい何かこうビジネスをこう見つけなきゃいけないなというふうに思ってたんですね。で、まあ、思っておりましたら、まあ、仏教ということでお寺なんかに行くとですね、お葬式やってたり、お墓を分譲中なんて書いてあって、のぼりが立ってお墓売ってたりするんですね。で、まあ、たまたまそういう産業があるんだと、まあ、人が亡くなるとそうやお葬式して仏壇買ってお墓建てるよなと。で、まあ、調べてみますと、まあ、個人消費としてはですね、まあ、ニッチなんですけどかなり大きなマーケットをがそこにあった、まあ、当時2兆円ぐらいの、まあ、市場規模が、それらの業界を足すとあってですね、まあ、仏教の教えの本を作ってても、まあ、会社はもうアウトなんで、まあ、こういった業界に向けたその業界誌ですとか、業界の方が使うような販促のための、まあ、冊子類だとか、販促ツールですね、そういったものを作った方が、まあ、まだ売れるんじゃないかということで、まあ、1回目のまあシフトが、そういうその仏教書からその関連業界向けの出版社というシフトをしてやっておりました。ちょっとずつこう借金が減って、売上が少しずつこう増えてくると。で、今度はこうそういったことでですね、まあ、出版社として、出版社という軸は変えずにやっておったんですけど、まあ、ある日突然気がついたのが、お客さんすれば本を買ってくれるけど、お客さん別にこの紙とそのインクでできたこういったそのものが欲しくて本買ってくれるんじゃないんじゃないかと。お客さんはそのインクと紙でできたものが欲しいんじゃなくて、書いてある情報が知りたいから本買うんじゃないかと。今まで自分は出版社だって本を売るのが自分のビジネスだと思ってたけど、よく考えたらお客さんが求めてるのは本じゃなくて、そこに書いてある情報じゃないかと。ということは、売ってるのが情報で、出版というのはその届け方を指してるのに過ぎないんじゃないかと、まあ、いうことにこうはたと気づいてですね、そういやテレビ局とか新聞社っていうけども、あれもみんな売ってるの情報じゃないかと。テレビの電波に載せればテレビ局っていうし、新聞紙に印字して配れば新聞社っていうだけで、みんな売ってるのは情報だという、まあ、まあ当たり前なんですけれども、それは自分にとっては世紀の大発見でですね、で、まあ、そこから出版という概念じゃなく情報という概念で、まあ、仕事をしようということで、まあ、まだインターネット普及してなかったんで、まあ、そのセミナーをやってみたり、まあ、コンサルを、まあ、この領域で、まあ、上場している会社さんの、まあ、コンサルテーションとかをやるようなことを、まあ、情報を届けるということで、まあ、売り上げをいただくというようなことで、情報を加工
会社だなんて言ってですね、少ない社員に向かって言ってたんですけれども、まあ、やっておりました。で、そしたら、まあ、インターネットが普及してきたんですね。で、インターネットもこれ、情報を届ける道具として、まあ、使えるんじゃないかというようなことで、インターネットで何かビジネスできないか、ビジネスできないかっていうようなことが、まあ、現在につながってですね、やっぱり、この、例えば、まあ、葬式なんかもそうなんですけれども、そんなお葬式を野菜やですね洋服買うみたいに頻繁に買う人いないわけでですね、まあ多くの方は一生に一度、一生に一度なだけにですね、買いたいものをどこで売ってるのかとか、どのぐらいの値段が適当なのかとか、そういう情報ってお客さんというかユーザーは全く持ってないんですよね。いうことでですね、お葬式の情報とかお墓の情報なんているのなんて思ったりはしてたんですけれども、意外にですね、一度きりで今まで買ったことないから、その上値段は結構高いものですから、まあ買い物を間違えたくないという方がいっぱいいらっしゃって、まあそういった方々がウェブサイトにアクセスしていただいて、うん、まあビジネスがまあ成り立っていく。っていうような流れで、まあ出版のその事業から、まあインターネットの事業が、まあビジネスのだんだん中心になっていく。で、まあ、その流れでですね、だんだん人が増えてきてですね、で、出版って言って物を、本を印刷してですね、倉庫に在庫して注文があったらそこから出荷するみたいな、まあ、物売り的なビジネスなんですけど、インターネットになるとですね、もう在庫も、本みたいな、本をみたいな在庫すること、物もなくですね、製品や仕掛かり品なんかもなくですね、それから店舗も工場もなく、まあ、いうことでですね、まあ、売り上げに占める、その、人件費の比率がどんどん上がっていくわけですね。で、その時にやっぱりこう、じゃあ、その会社が発展成長を儲かるためには何が必要なんだと考えた時に、もうほとんど在庫も何もないわけです。人だけなんですから、やっぱりいかに優秀な人が集まってくれて、その、人たちがこの会社で頑張っていこうと。いうような、まあ、環境であったり、雰囲気、風土であったり、まあ、待遇であったり、まあ、それらを改善し尽くすことが、まあ、事業の発展につながるなんて思いましてですね、そのためにはどうしたらいいんだと、優秀な人を集めにはどうしたらいいんだということで、まあ、上場ということで、2015年にマザーズに上場して、その1年半後に、まあ、一部に、まあ、運よくですね、市場変更が、まあ、できた。まあ、こんな流れでですね、まあ、会社が、進んでまいりました。で、最初は、まあ、仏教書から業界向けの出版、今度出版から、情報加工会社という概念で、まあ、たまたまインターネットに乗ってっていうような形で来てですね、今度、上場したらですね、また新しいことに気づいて、こう、会社を変化させていくという決断をするんですね。それ何かっていうと、さっきもちょっと言いましたけれども、最初は仏教書だったんで、お葬式とか墓とか仏壇とかですね、そんなとこしか見てなかったんですけれども、お葬式のお手伝いしたお客さんがですね、お葬式終わったらですね、まあ、あの時ありがとう、お葬式の時いろいろ分かんないことを教えてくれてありがとうねと。ところで、分かんないついでで教えてほしいんだけれどもって言われて、あ、何ですかって聞くとですね、ところで、うちって相続の申告書って出さなきゃなんないんでしょうか、出さなくていいんでしょうかとかですね、あるいはですね、こう遺産ってなんかこう、銀行行って勝手に下ろせないのねと。で、そのいわゆるその相続人の間で分割協議書っていうのを作って、それからじゃないと分けられないのねと、分割協議書を作る専門家を誰か紹介してくれないかなとかですね、何に気がついたかというと、要はその人間人生がその終わるその前と直前直後あたりでですね、初めてその直面する課題問題、やんなきゃなんないこと、あるいはやりたいこと、こういうものはですね、お葬式とか墓だけじゃなくて、たくさんあるんだな、ということに、まあ、気づくに至りました。で、そこで我々、そのお葬式、お墓で売買するんじゃなくて、そういった様々な、その後はその相続の課題が生まれ、例えば田舎のお父さんの不動産を売って、子供たちで分けようという相続の話、不動産売却の話になったり、その後、一人になったお母さんは介護施設に入った方がいいんじゃないかって話になったりですね、あるいはその次のお母さんの相続もあるわけだ。保険に入っておいた方がいいんじゃないかって話になったりですね、まあそれは単身世帯になったり、まあそんなことでですね、このいわゆるその就活という領域にはですね、初めて直面して分からないことだらけなわけですね。だったらこの分からないことを徹底的に裏
売り手の立ち位置じゃなくて、ユーザーの立ち位置からお手伝いをしてビジネスが成り立つのかどうか、試してみたらどうかと、試したら見たらどうかって言ったら、ちょっと語弊がありますけれども、まあ、こういったことをやる人いないんだったら、我々がやるべきなんじゃないかと、これが我々の使命なんじゃないかと、これが我々がやるべき社会貢献なんじゃないか。あるいは個人の話で言うと、私がまあその一生をかけるに、ふさわしい取り組み、チャレンジなんじゃないかと、いうふうに、まあ、思うに至って、今、その就活のインフラの会社になるんだと、まあ、いうことを、まあ、標榜して、やっておるところでございます。で、こんな話をしてると、もうだいぶ時間が経っちゃったんですけれども、で、この就活のお話をちょっとだけさせていただきますとですね、最近これクローズアップされてる、まあ、テレビとかですね、あるいはその新聞なんかでもこういったネタがですね、すごく増えてるんですね。まあ、当たり前です。今65歳以上の人がもう 全人口の 28% ぐらい、まあ、3分の1弱ぐらいがもう65歳以上で、これがもうすぐ 40% ぐらいまでずっとこう増え上がっていくっていうのが、まあ、人口動態で見たこれからの日本なんですね。まあ、それがいいのかどうかはまあ別問題として、まあ、現実としてそういった方々が増えていく、高齢化はますます進展をしていくっていうことなわけですね。で、高齢社会だから、じゃあ就活かっていうと、そういう部分もあるんですけれども、それだけではなくて、重要なことは、こういうことなんですよね。例えば、まあ、極端な話、ちょっと昔の話しますと、戦後間もなくは、例えば、人ってあんまり移動されしなかった、生まれた場所で一生過ごす人がたくさんいたんですよね。農業やってりゃ、秋田の米農家で生まれりゃ、高校出て、そのままお米作りのお仕事をしてですね、で、結婚して、家は出るけれども、車で10分ぐらいのところに、まあ、住んでですね。で、そんな時代はですね、まあ、親とのこの関係、まあ、子供のことが親を知っているわけですよね。ところが、その後、日本は高度経済成長していって、一次産業から産業構造が二次産業、三次産業というサービス業中心の世の中になって、で、さらに交通網が発達して、都市化が進みですね。女性の社会進出みたいな形で社会がこう大きく変化をしていく。で、そうすると今の時代はですね、まあ昔だったら秋田にずっと息子もいたんですけれども、秋田の高校出たら東京の大学行って、その後どっか就職をして転勤をしたりしながら住む場所を変えながら一生を過ごすと。で、そうすると今度秋田にいるお父さんはですね、昔であればですね、近所に住んでるわけですから、まあ、親父のことを大体知ってるわけですね。どこの銀行と付き合って、仏壇の引き出しにこう通帳が入ってて、まあ、どこどこ銀行とどこどこ証券と付き合ってますよねとかですね。コモンズ投資の投資に買ったって言ってたよなとかですね。知ってるわけですよね。で、あるいは病気、持病がなんでどこの病院行ってるかとか、かかりつけの先生が誰でどんな薬飲んでるかとか、まあ、ある程度は知ってる。それからお寺との付き合いも知ってる。ある程度はですね。で、そういう時代は、おいお前よろしくと、まあ、高齢したお父さん、おいお前俺に何かあったらよろしく頼むぞと一言言っておけば、子供がやってくれたんですね。ところが今は、さっき言ったように、高校までは一緒に住んでたけど、その後もう東京に出て行ったりとか、まあ、大阪に出て行ったりとかですね、住む場所を変えながら、まあ、たまには LINE で連絡来たり、家に1年に1回ぐらい、1泊ぐらいで来るけれども、その子供は親のこと何も知らないわけで、どこの銀行、それからどんな病気、お寺と付き合ってるとか、全然知らないわけですね。ということは、お父さんは、おいお前よろしくと言えないんですよね、今は。なんで自分のことはある程度自分で決めていかなきゃならない。こういった背景が、この就活というものを、やっぱりこう、これだけ、大きな課題に、まあ、人々に説明してる。まあ、いうことなんですね。で、まあ、そういう中でですね、まあ、多くの方はですね、まあ、例えばセミナーなんかやるとですね、もう今、ドカッと人が来るんですね。この間も、大手証券さんのセミナーで、オンラインセミナーなんて気軽だったのに、3000人の方がですね、まあ、申し込みがあったりですね、とにかくこの就活というテーマで話をすると、人がどどっと押し寄せてくるのは今言った背景なんですね。ただ皆さん、漠然としたですね、課題、遺言書を書いておかなきゃなとかですね、なんかこう、保険に入っていた方がいいのかなとかですね、まあ、いろんなその課題あるんですけど、漠然としてる人が多くてですね、もう俺はこれがいるんだと言って決めてですね、そう決めた人は行き先があるんですね。保険、非課税枠を活用した保険入っておけばいい、入っておいた方がいいと思う人は、もう保険代理店に、行
けばいいわけですけど、その手前でですね、どういうふうにしたらいいんだろう、誰に相談したらいいんだろう、どんなことが自分の大きな課題なんだろうっていうことがボワーンとしてる人がたくさんいるんですね。このボワーンとした人たちを船に乗せて適切な目的地まで連れていくという、まあ、取り組みをですね、私たちはこれを、まあ、徹底的にですね、やっていこうというふうに考えた。つまり今の、ちょっと難しい言葉で言うと、潜在的な需要はすっごく大きい。それがまだ顕在化されてないわけですね。潜在を顕在化させるチャレンジが、私たちのチャレンジ。これを5年、10年ですね。愚直にやっていこうと。で、その先には、その高齢社会がますます進展するわけですから、そういった就活の取り組みを、自分が重要だと思うことをやっておけばですね、憂いがなく、すっきりしてですね、残りの人生を生きていける。就活ってのは、その死に備えて何かこう、なんか死に備えるっていうんじゃなくてですね、要するにこの今、残りの人生、最適化するっていう話なんですよね。で皆さん、多くの若い人なんかは今立ってる場所から明るい将来を夢見て、明るい、奥さんと子供ができた明るい夢、将来を夢見てですね、今から未来を夢見て生きていく。これがもうほとんどですけど、就活ってそうじゃなくて、仮に自分がもう明日死ぬんだというところに立ってると想像して、その場所から今の自分を見つめてやっておきたいこと、それからやらなきゃいけないなと。いうこと、そういうものをそれぞれの人が優先順位をつける、そしてその取り組みをやっていく、その取り組みをやっていくことによって憂いがなくなっていく、前向きに生きていけるようになる。で、こういうような世の中になればですね、これが私たちにとって一番大きな社会貢献、でそういう人たちがもうちょっと言うとこう、ね、前向きになってですね、消費を活発にしてくれれば、この金融資産もですね、高齢者のところにぐっちゃりこうたまったの、滞留してるって言ったらちょっと語弊があるかもしれませんけど、で、これが動き出せばですね、やっぱりこう、社会経済的にもですね、プラスの作用になって、そういう高齢者を見た次の世代も同じような行動をとっていく、いうようになるのではないかというふうに、妄想をしてですね、そこに向かって頑張っていこうというふうに思っております。で、どんどん時間が経ってしまったんですけれども、それが私たちが、やっていくその事業のコンセプトでですね、このミッションにもあるんですけれども、これミッション、これ映ってますでしょうか。はい。で、明るく前向きな社会を実現するために人々が悔いのない人生を生きるために、これが我々がやっていく目的だと。で、要は売上とか利益を上げるのが目的ではなくて、こういった世の中を作っていくのが我々の目的でですね、でそこに至るための手段が売上であり利益、つまり目的地に行こうとったらガソリンいるよねと。給料なしでみんな働いていくわけいかないわけですから、やはりその高い理想を掲げるのと同時にですね、そこに行くには、やっぱり、燃料、ガソリンが必要だから、それが売上であり利益だ。だけど、売上であるとか利益が目的ではないよねと。手段だよねと。手段と目的地を、取り違えないようにしようと。いうふうに、いつも言っておる。で、今申し上げたようなことを、に取り組みをさせていただいております。で、時間少しあれなんですけれども、ちょっと5分ぐらいオーバーしていただきますと、で、もう一回戻して。で、先週決算説明、発表させていただいたんですけれども、決算説明の資料でも、先ほどちょっと言われたんですけれども、ずっとこう、人材が、人材だけが将来をこう担保するというふうに思っておりましてですね、ビジネスモデルなんて人材がいりゃ彼らが考えればいいと、極端に言えばですね。ですから、
ビジネスモデルはやっぱりその人材投資に劣後するというふうにいつも考えております。やっぱりそこが特にこれからの21世紀の会社、まあ別に我々に限らずですね、そこがまあポイントじゃないかななんて思ってやっておるところでございます。で、まあこの決算説明の資料にはですね、まあ目先のこう売上利益、まあこの辺はもし興味がある方はご覧になっていただければですね、まあお分かりになるのではないかなというふうに思いますけれども、先ほどもから申し上げた通りですね、5年10年、時間はかかりますけれども、この就活のところでですね、まあ、既存の事業を伸ばしつつ新しいサービスのラインナップを増やしていく、それから一つの入り口で入ってきたユーザーの方々にですね、我々が持っている他のサービスを使っていただく、まあいうようなことを通してやっていければマーケットのポテンシャルはですね、非常に大きいと思ってますんで、まあ個人的にはですけれども、まあ1000億ぐらいの会社にですね、して、まあどこかでですね、次の人たちに、まあ、バトンタッチをしたいな。まあ、私も今58なんで、まだまだ元気ですけれども、だからまだまだこう頑張っていきますけれども、まあ、無限にはできませんので、そういった基盤を、まあ、しっかり作っていきたいな、なんていうことを考えております。で、まあ、この先週発表したスライドにですね、まあ、細かな話は書かせていただいていますけれども、まあ、最近のトピックをちょっと2つだけ申し上げますと、就活の中でですね、介護っていうのはですね、結構重要な領域でですね、今もう70代はまあ十数パーセントなんですけども、85ぐらいになると半分近い人がですね、認知症というような時代でですね、まあ、寿命はまだまだ伸びていくっていう中で、介護の領域っていうのはこの就活というテーマを、就活というこの領域をですね、テーマとしている以上はですね、もっと力を入れてやっていかなきゃいけないと。で、私どももインターネットのポータルサイトで e-介護というのにですね、まあ、去年から参入してやっておるんですけれども、これをもう十数年ですね、介護施設に対してですね、入居者をご紹介をしておったですね、エイジプラスという大阪の企業をですね、にですね、まあ、M&A というか、事業を一緒にやりましょうというようなことでですね、一緒にやることになりました。我々はインターネットのところに強みを持っています。この会社はどちらかというと、紙媒体でお客様を集めてですね、そして専門の相談員が相談に乗って、施設の入居を手伝いするというようなサービスを行う会社でございまして、インターネット中心、関東中心の我々、それからエイジプラスさんは関西、から西日本中心で、紙のオフラインというか、オンラインじゃなくオフライン中心の会社ということで、まあ、非常にこう親和性が高い、というふうに思っておりましてですね、まあ、これも私どもの、まあ、考え理念に、まあ、共感していただいてですね、まあ、一緒にやろうという話になります。これが、まあ、目先、最近のトピックの一つでございます。もう一つはですね、今、その地方自治体がですね、やっぱり高齢化が進んでいる中でですね、住民サービスのところでですね、例えば、亡くなるとですね、まあ、死亡届はこの課に出してください。それから年金のこのあれはこの課に出してくださいとかですね、もうあっちこっちこうたらい回しになる。これおかしいよねと。しかも全部紙だよねと。これをまあデジタル化して、それからワンストップで、やっぱりやらなきゃならない。これが総務省が進めて、総務省とまあ内閣官房で今進めておるところで、自治体が非常にそういったことにですね、関心を示しておってですね、私ども今年から自治体のまあ要請もあってですね、いろんなこう、サービスのですね、導入のですね、支援を行っております。もうすでに80の自治体と提携をして、まあこれが多分、まあ、何倍、おそらく近いうちにですね、まあ5倍とか、もしかしたら10倍とか、そんなことが、で、それはもう、要するに自治体の先には、シニアの、高齢者の住民がいるっていうことなんですよね。
で、まあ、そういったあのことがですね、あの、まあ、最近の、まあ、トピックで、あの、ございまして、まあ、あの、いずれにしましてもですね、その、大きな意味での、その、まあ、マーケット、まあ、珍しくですね、この日本というですね、人口が減ってですね、まあ、あの、GDP は、まあ、せいぜい横ばうぐらいがですね、まあ、今、関の山っていうような状態の、まあ、この国にあってですね、まあ、あの、非常にその成長余力のあるですね、あの、立ち位置っていうのを、まあ、たまたまですけれど、偶然ですけど、そこを最初から狙ったわけでも何でもなく、その最初の仏教書の出版社から始まった会社ですけれども、たまたまこういう、まあ、立ち位置に立てて、そこで、まあ、その、会社を成長させし、世の中に貢献できるんじゃないかというのは、本当に幸せだなというふうに思っております。で、まあ、あの、そういう中で、あの、まあ、投資家の皆様にもですね、あの、ぜひ、その、ご支援をいただきながらですね、この、まあ、夢とロマンと、まあ、妄想にですね、あの、お付き合いをいただけたらというふうに、あの、思っております。はい。ちょっとあの時間が過ぎましたけれども、あの以上であの私のお話をあの一旦ここで終わらせていただきます。どうもあのご清聴いただきましてありがとうございました。清水様ありがとうございました。早速たくさんのコメントいただいておりまして、御社のいいお墓のサービス利用してますなんていう言葉もいただいております。ではここからですね、いい原島とのトークセッションに移らせていただきたいと思いますので、みさん、原島さん、出てきてください。はい。では、原島さんの方からですね、あのご質問など、あの進めていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい。コモンズ都心で、鎌倉新書さんを担当させていただいております、アナリストの原島です。あの、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、あの、質問もたくさん来ているのでですね、ちょっと私の方から、まあ、手短にというか、あの、ちょっといくつかお話をお伺いできればと思うんですけれども、まず、あの、今、先ほどご紹介をいただきました、あの、ミッション、の制定ですね。これ、あの、もともと確か御社企業理念っていう形で、あの、設定されてらっしゃったのを、ちょうど1年前ぐらいですかね。去年の8月ぐらいに、確か、あの、改定というか、まあ、今のミッション、ビジョン、バリューっていう形に、あの、制定をされたと思うんですけども、まあ、ちょっとこれを、まあ、設定しようと思ったきっかけみたいなのが何かあれば、あの、お伺いしたいなと思ったのと、あと、まあ、制定してから1年ぐらい、あの、経ってるかと思うんですけど、この間のその社内の浸透活動とかですね、その浸透の状況の手応えみたいなものを、あの、簡単に、あの、ご紹介いただければと思うんですけれども。はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、あの、先ほども、あの、申し上げた通りですね、あの、まあ、私たちの会社は、店舗があったり、工場があったり、在庫があったりっていう会社ではなく、本当人だけの会社、つまりその人が、どれだけ、その、活性化していくかっていうことがまあポイントで、でそんなことはあの思いながら経営をするんですけれども、なんか事業が忙しくなるとこっち棚上げになっちゃうんですよね。よくこういうことって、うん、すごい。それで、昔作ったものをですね、まあちょっと割とあの先ほども申し上げたように上場した後、あのどちらかというと葬式墓仏壇からそのもっとその相続だったり介護だったり。そういったことでですね、こう就活全般まで広げている中で、まあ、昔作ったミッション、ビジョンというのが、まあ、あの、なんていうんですかね、すべてがダメなわけじゃないんですけれども、ちょっと、あの、齟齬が出てきている部分もあるんじゃないかということで、あの、が一つとですね、まあ、コロナもあってですね、やっぱオンラインになっていくとなるとですね、何が、その、何でこう、まあ、結びつきをこう、うん担保するかっていうことになると、やっぱり、ここがやっぱりすごい重要なんだなっていうことを、まあ、ちょっと、その事業の忙しさにですね、まあ、かまけていないで、やっぱこれをもう一回考え直した方がいいんじゃないかっていうことで、まあ、ちょっとそういう投げかけをしましたら、あの、有志の方が、まあ、なんか、あの、10人ぐらいでですね、あの、集まってくる。まあ、もちろん私も含めてですね。で、まあ、あの、まあ、ちょっと叩き台みたいなものを出す中で、こう、揉んでいってですね、まあ、あの、そのメンバー中心にですね、新しく、まあ、設定をして。で、まあ、あの、作るだけだったらですね、まあ、簡単とは言いませんけれども、まあ、あの、大事なことは、あの、それをですね、あの、浸透させる方
がよっぽど大変で、なかなか忘れられがちだと思うんですよね。で、そこはまあ本当にこう朝のこう会議の際に、まあ、こう調和したりとかですね、まあ、愚直にですね、まあ、なんていうかこう手数をですね、ボクシングのパンチじゃないですけども、手数を増やす。で、もう決定的にこうしたら良くなりますみたいな話は多分ないと思います。あれば世話ないっていう話でですね。まあ、だからそういう中で、まあ、本当にそういう機会だとか、あるいはそういうような、まあ、行動を、なんていうの、そういう、その、ミッションビジョンに沿った行動をしてくれた社員なんかをですね、称えるとかですね、まあ、そういうような、まあ、地道なことをやりながら、まあ、少しずつ、まあ、浸透をさせていく、まだ途上にあるというふうに、なるほど、全然終わりはない世界だと思いますので、うん、まあ、ただ本当に忘れられがちなところだし、やっぱりそう、で、まあ、さっきも言いました、いつか私も抜ける時来るんで、やっぱりそういう風土を作っていかないと忘れられてですね、何かもう儲かりそうなことを、なんかこう会社買っていって足してみたいなですね、うん、まあ、会社になってもらいたくもないしですね、それじゃ面白くもなんともないと思うんでですね、やっぱりそういうものをしっかりこうの風土を残していきたいなと思って。ありました。はい、ありがとうございます。まあ、それに関連してというか、ちょっと人材というところについてお伺いしたいと思うんですけれども、まあ、以前、清水会長お話をお伺いしたとき、私の重要な2つの任務は、その採用と IR だっていうことをおっしゃってたかと思ってて、で、採用面接とかも確か最終面接すべて、清水会長が、会われるっていうようなお話も伺ったかなと記憶しているんですけれども、で、まあ、御社にその入ろうとする方って、っていうのは、まあ、やっぱりそのこのビジネスですとか、あるいはその死生観みたいなものに対して強い思いがもともとあって入ってくる方が多いのかなというふうに思ってて、まあ、そういう意味で言うと結構その今制定されているそのミッションビジョンバリューっていうのは、まあ親和性というか、まあ、もともと結構その高いところにあるんじゃないかなというふうに思うんですけども、その採用されるときにその清水会長がどんなところを特に注意してご覧になるのかとかですね、はい、その社員の方の特徴とか何かそういうものがもしあれば、はい、そうですね、はい、まあ、例えばエンジニアの方なんていうのはですね、そのエンジニアとしてのスキルとかノウハウみたいなものをですね、私が正しく評価できるかって言ったら、まあそれはできなくてですね、その手前の段階で、まあ、エンジニアの束ねてる人たちの面接でですね、うん、まあ受けるわけですね。だからそういう意味で私が何かこうそのスキルだとかまあ、経験値だとかですね、そこをまあ見るというのはまああんまりなくって、まあ、これちょっと誤解があるかもしれないですけど、まあ、人柄っていうかですね、まあ、なんていうんですかね、こう人間性みたいなものをその感じるかっていうかですね、ちょっとこれ、まあ、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、こうまあ、親御さんが立派な方なんだろうな、みたいな人をですね、これは立派な育て方されてんだろうな、とかですね、そういうものを感じる、その断片的なところでですね、うん、話、こう、会話の中でですね、まあ、なんか、そんなこととか、あとはもう本当に、結構その採用のところのページにこうわーっとこう思いの丈を書いてる部分があるので、そういうところをまあしっかりこう読み込んでくださって、それでまあここで参画してやろうというふうな思いを持ってこられてるか、まあただワンオブゼムでフラット来たかと、まあそういう違いも見たりとか、まあそんなようなところをまあ自分としては見てるのと、それからまあ面接っつっても、もう一つはこっちがその選んでやるんじゃなくてですね、要はその口説いてるっていう話、半分は口説いてるって話なんですね、うん、まあ私の場合は面接というよりも内定が2つも3つも出てる人いる中で、ここを選ぶ、うちの会社を選んでもらうための、まあ何て言うの、口説きの時間みたいな部分がですね、うん、半分ぐらいはまあ占めておって、まあそこはすごい重要なんで、やっぱり最後にお会いして、そういうそのこう先ほど話したようなですね、うん、まあ考え方ですね、
人材に対する考え方であったり、まあ、会社の、まあ、そういうミッションとかであったり、そういったことをですね、まあ、話をしてですね、なんとかここで、頑張ってもらおうと、まあ、そんな説得の時間でもあったりします。なるほど、なるほど。はい。はい、分かりました。ありがとうございます。あと、ちょっとお時間もあるので、ちょっといただいている質問にもちょっとこれ関連することだと思うので、ちょっと事前にちょっとお伺いしておきたいんですけど、多分その御社の、ビジネスというか事業モデルを、理解する上では、コールセンターっていうものの意味合いというかですね、位置づけっていうものがすごく重要だと思うんですけれども、で、今、まあ、ご紹介いただいたビジネスっていうのも、その全てをそのデジタルの中でマッチングをするとかっていうことではなくて、そのコールセンターっていうものに対するその意味合いというか、重きを置いてる部分っていうか、こだわりみたいなものが多分あるのかなと思っているんですけども、はい、ちょっとそのあたり、ご紹介いただいてもよろしいでしょうか。そうですね。先ほども申し上げたように、なんていうかね、コールセンターって言ってもですね、ジャパネット高田とは違ってですね、この掃除機どうですかって言ったら、うん、欲しいって、こういう電話じゃなくてですね、漠然としたこう課題とか悩みをですね、こう、すっきりさせるっていうことなんでですね、うんうん、でもこの顧客接点っていうのが、まあ、非常にこう、重要だと思ってまして、で、まあ、本当に、そういった、課題とかバラバラでですね、最初に言ってることと、そのゴールが全く違うゴールが、うん、ね、なったりとかっていうことも、うんうん、まあ、まあまあ起こるわけですね。で、その時にやっぱり大事なことは、やっぱりユーザーの立ち位置を、まあ、に、そのユーザーにこう寄り添うっていうことで、まあ事業者に寄り添うんじゃなくてですね。で、我々そのともすれば、その事業者、要するに、例えば、その、葬儀のサイトであればですね、葬儀社からフィー、広告代とかをいただいてるわけですけども、うん、そうですね、はい、でも決してそういう葬儀者がお客さんじゃなくて、彼らは一旦お客さん、ユーザーの出したお金預かってるだけだと、うんうんうん、だから客はこっちじゃなくて、あくまでもユーザーなんだと、うん、で、預かってこっちに来るだけだから、で、まあ、葬儀社さんは何かって言ったら、パートナーです、お客さんにいいサービスを受けてもらうためのパートナーであって、お客さんじゃないと。だから金の流れで、まあ、勘違いを、まあ、いけないよっていうことですけれども、で、まあ、本当にそういうコールセンターの重要性っていうのは、まあ、本当に語っても語り尽くせないぐらい重要ですね。で、やっぱり我々も非常に難しさ感じているのはですね、どこまで話を聞けばいいのかっていうことと、まあ事業、民間企業なもんですから、まあ無限には聞けないっていうのもある。一方でユーザーのやっぱりこう、満足してもらうっていうのはやっぱり我々のやるべきことだ、うん、このバランスをですね、やっぱりこういかに、まあこれってこれからこう、うん、こう右往左往しながらですね、やっていくことだと思うんですよね。で、まあ重要なことは、その売上利益を得るのは先ほど目的じゃなくて手段だって言ったように、やっぱりそのお客さんと相対してると、まあ儲かりそうな話もあるけれども、まあ儲からなさそうな話もあると思うんですね。だからこの儲からなさそうな話をいかにしっかりユーザーのサポートができるかが重要で、で、儲からなさそうな話は、おそらくユーザーの方が喜んでくれれば、儲かりそうな話につながるというふうに、思うんですね。この就活の領域って、例えば、そうです。例えば、その、終末期医療とかですね。こんな相談を受けたところでですね、誰からフィーもらうのっていう話でですね。だけれども、就活のインフラって言ってる以上は、鉄道と同じでですね、線路敷いて、住宅地か、宅地開発して、デパートとスーパーマーケット作りました。だけれども、その、公園は作りません、文化施設は作りません、じゃインフラじゃないですよね、と。儲かることしかやらないんだったらインフラじゃないですよね、と。だからやっぱり公園だったり文化施設作るから、まあインフラなんであって。だからやっぱり我々も同じように、儲かることと儲からないことあるけれども、儲からないことを、もうしっかりやっていくっていうことが重要で、じゃあ儲からないことをどうやって、続けるんですかって、やっぱ儲かったところでしっかりちゃんと収益を得るっていうことと、まあそういったその儲からないことから入ったお客様も喜んでいただければ次のお手伝いをさせていただくことができるのではないかと。で、まあそういうふうに、まあ信じてやろうと信じてやろうと
それで、まあ、ダメならしょうがないじゃないかと、まあ、いうような感じで。なるほど、はい。あれですよね。だから、そのユーザーの方っていうのも、多分その自分、まあ、先ほどお話しされてた内容にも、重なるんですけども、その、要は自分が、その、何のサービスを欲してるかっていうのを、はい、気づいていないで、多分、コンタクトを取ってくるというか、はい、ところが、おそらくあって、で、それを気づかせてあげるみたいなところの役割っていうのが、やっぱりそのコールセンターにはすごく重要。というやり方を取ってる す,、ね、すごく重要な要素っていう、はい、ところですよね、きっとね。そうですね、はい、はい、おっしゃる通りです、うん、なるほど、わかりました、ありがとうございます。イーサーの方から何かありますか。はい、ありがとうございます。私の方からですね、やっぱりこのコロナ禍で、実際にコモンズの社員の方でも結構複数あったんですけれども、やっぱりご両親ですとかね、やっぱりお亡くなりになると、でもう本当に関係者も本当に身内だけで、葬儀を行うというような形で、うん、実際私の義理のお父さんもそうだったんですけど、本当になかなか会えないし、うん、そういう機会も減って、でそういう意味ではビジネスもこの1年半でですね、すごくこう変わったところもあるんじゃないかと思うんですけれども、はい、この急に起こったこのコロナ禍でのこの1年半、もう時期2年になりますけども、うん、この中でのこういうこう、なんて言いますかね、会社をこういう部分は変えた、あるいはこういう部分は変えずにやったとかっていうような話、この対応力みたいなところ、少しお話、ご苦労されたところも含めてお話伺えればと思うんですけども。そうですね、おっしゃる通りで、特に葬儀の部分というのは葬式ってこう要はコンサートと同じようなもんで、人が集まるイベントなわけで、それがもう今というかそのコロナ以降集まれないという状況でですね、で、まあ、ちょっと話ずれるんですけど、やっぱりその葬式を派手にやりゃいいとは思わないですけれども、やっぱりお葬式、まあ、私たちのようなそのお葬式葬儀者じゃなくて、まあ、そのなんてそれを客観的にこう見てるあれからするとですね、やっぱりそれはそれなりの意味があってですね、例えばそのお葬式の時、まあ、例えば、まあ、芸能人の方が死んだら、なんかこう友人の芸能人がですね、まあ、あなたのようにこう明るく前向きに生きていき、私も生きていきますとかですね、なんかスピーチしてる、だけどあれ見てると死んでんのにもうそんなこと言う、スピーチその亡くなったやつに言ったって聞こえてないじゃねえのと。で、まあ、それなのにみんながそういうことを言うのは、やっぱ一つはその、まあ、死んでもその魂が生きてると思えばその人に言う。だけど、まあ、それもあるのかもしれませんけれども、やっぱり人の死を見て、自分もいつかこういうタイミングが来るんだなと。で、やっぱりその時に何をやったらいいかって、こう考えるタイミングだったりするわけです。自分も、例えば親父が死ぬと、それが30の時の子供だったら、30年後は逆の位置に、自分がその、こちら側に行く。じゃあ残りの人生どう生きるかとかですね、先ほどもスピーチでしたように、あなたのようにこうね、明るく生きています、だからやっぱりそういうその自分のその残りの人生を考えたり、それから誓いを立てたりっていうような意味があるのではないかなと、私はもうその宗教的な意味は私はお坊さんじゃないんでわからないですけども、でやっぱりそうだから、そのな、まあ、世の東西問わずですね、あるいはその歴史古くからそういうことが続いてる、でやっぱり長く続いてることはやっぱり意味があるから続いてるんであって、意味がないものであれば多分形骸化してなくなってると思うんですよね。で、まあ、ちょっと話逸れたんですけども、やっぱりそういうところで、そういう局面、それをみんながこう来るから、友人だってそういうふうに思う、俺だってやつと同級生だったんだからね、とかですね、考えたりする。これが重要だと思うんですよね。で、こういう機会がやっぱりちょっとなくなっていくっていうのは、少し残念だなっていうのが、まあ我々の、ちょっと皆さんよりちょっと知ってる、ちょっと現場に近い、立場から見ると、すごく残念なことで、で、まあ、話を、本題に戻しますと、まあそういう影響、まあそれで小さな葬式が中止になっちゃって、家族だけでやるとかですね。でまあ、そういうようなことなんで、まあ、我々もその、まあ、影響をまあ多少受けて、数量が影響を受けたというよりも、まあ、その一件一件がすごく小さくコンパクトになっているという
で、まあ、もちろんそういう中で我々、まあ、いろんなこうつてをこう打ちながらこう、まあ、やってきてるわけですけれども、まあ、なかなかやっぱり、今申し上げたようなことってなかなかこう今の現在でこう伝わってないところにこうもどかしさを感じつつですね、まあ、とはいえですね、まあ、この状況に今対応していかなきゃならない、いろいろ試行錯誤を重ねながらですねやっておるまあ、いうところぐらいなんですけどね。あれですね、ごめんなさい、ちょっと横から失礼します。確かコロナ禍の対応っていう意味で言うと、コールセンターの在宅への切り替えとか、かなり早い段階からやられてたと思うんですけど、はい、ちょっとそのあたりもご紹介いただいてもいいですかね。そうですね、はい、まあ、今、我々の会社も今、一応、原則リモートでですね、緊急事態中はリモート、緊急事態が解除されたら、まあ、新しいこう働き方として、まあ、週にはリモートという、つまりその、まあ、家でもできる業務、わざわざ満員電車に乗られてやる必要はないよねと。一方で、その、なんていうんですかね、その、目と目があって、それからコミュニケーションするから何かが生まれるっていう部分っていうのを、絶対あると思っててですね。で、やっぱり新しい事業だと。それから新しいメンバー、オンラインだけで何でもできるかっていうと、そういうわけでもないので、やっぱり多分これからそういう、その、フルリモートではなく、それから昔のような体制ではなく、この中でこのいいところを探っていくっていう流れになるんだろうな。で、その中でコールセンターなんかを、まあ、在宅でですね、まあ、原則やっていただいて。でも、まあ、さっきも言ったように、まあ、このことが収まってきたときにはですね、やはりその、まあ、そう、知を、みんなのこう知恵をですね、寄せ集めて、それが融合していく、創発的な活動っていうのも重要ですので、まあ、このまま完全に振るっていう感じではないと思っています。で、まあ、そのいいところをこう探りながらですね、まあ、進めていこうというようなことです。はい。そしたらもう一問だけ私の方からで、はい、会長のブログですとかに ESG のことなんかも書かれていただけておりまして、はい、もう本当に鎌倉新書さんのミッションってもうまさに ESG かなというふうに思ってますし、はい、まあ、それをすごく大切にされているという中で、私たちはその ESG 推進企業じゃないと、 ESG をそれぞれの社員が試行して、それを浸透させていく企業だとというような言い方をされてますけども、その ESG に対する鎌倉新書さん の, そういったお考えみたいなところもう少しシェアしていただけるとありがたいです。はい、本当に今ご指摘いただいたようにやっぱりそのまあ企業っていうのは、なんていうか、企業が大事というよりも、やっぱりそこで人材がこう成長する、まあ、器みたいなもんでですね、器には意味はそんなないだろう。で、やっぱりその場で、まあ、その人がこう成長してい、くっていうことが、まあ、重要であり、それから、まあ、これは、なんていうんですかね、まあ、多分、入社した当初のですね、ど貧乏の頃はそんなこと言えなかったんですけども、もうそれ、そんな余裕もないし、お金を稼がないと生きていけないっていう、そういう人たち、そういう会社ももちろんあるわけですから、ですけれども、やはりその、まあ、企業の、まあ、やっぱ目的っていうのはやっぱりそれをもってやっぱり社会に直接間接的にまあ貢献していく、まあ、ことだと思う。
で、まあ、そういう意味で私たちは先ほど申し上げたこの就活というのに対するチャレンジをすることが我々にとってのこの ESG だと思いますし、じゃあ E は何だとかですね、G は何だとかですね、言われるとですね、あ、まあ、もごもごもごっていうようなですね、ところがあってですね、まあ、一方で、じゃあそれ全部完璧にしなきゃならないのっていうのも、あったり、思ったりするんですね。で、まあ、例えば、あと、まあ、よく言われるのは、まあ、女性の管理職であったり、それからダイバーシティであったりですね。で、まあ、ここもなんかこう、無理やりそういう状況を作り出すのも、なんかこう、本当じゃないような気もしますし、むしろそれが自然になることこそが本当の ESG なんじゃないかな、個人的には思ったりするんですけれども、まあ、そういったところとで、私もその先ほどもいつも言ってる、何度も言ってるように、いつか抜ける時が来た時に、ガバナンス絶対しっかりしてないと、先ほど言ったように私の代わりに、やってきたサラリーマン経営者が、お友達をね、社外役員にしてですね、で、まあ、社内で恐怖政治を取ってですね、ね、抑え込んじゃうっていうことも、まあ、できなくはないと思う。やっぱりそこはしっかり残していかなきゃいけないと思いつつも、まあ、難しさっていうものもあるんだな、ということを今感じながらですね、まあ、やっておるところです。なんで、まあ、本当に、ESG っていう考え方は、まあ、環境のことでも、まあ、社会のことでも、ガバナンスのことでも、まあ、もっともだと、いうふうに、思いますけれども、まあ、なんていうか、そこを、まあ、自分たちはどこが、なんていうかな、そこって濃淡があってもいいと思うんですね。で、私たちの小さな会社が環境って言ったってですね、ね、コピーの裏が見つかりましたっていう、あんま意味ないんじゃないの？意味ないとは言えないですけれども、見合わない労力だと思ったりするところですね。だからやっぱりその我々、全部を網羅しようと思うんじゃなくて、私たちはここが重要だと考えてて、まあ、それが ESG だというふうに思っていただければ、とてもありがたい話だとは思いますけれども、まあ、そういう、今のところそういうようなスタンスでおります。はい。はい、ありがとうございます。本当に、まあ、形だけの ESG っていう企業もなきにしもあらずだと思いますけど、はい、清水会長はもう本当に率直にお話しいただきましたけども、まあ、会社あるいは社会の持続性を高めるということが、ESG の本来の、まあ、目的でもありますので、なんか形だけ、なんか社外の取締役を何割にしました、はい、女性でっていうのは、そういう意味では目的と手段を取り違えてるっていう感じでもありますので、まあ、そういう意味では、ガバナンスも含めて、本当に、しっかりされてるんじゃないかなというふうに思ってます。福本さん、じゃあそろそろ皆さんからのご質問に行きましょうか。はい、ありがとうございます。実はですね、事前にいただいたお声にこういったものがあったんですね。鎌倉新書さんを上場翌年から保有していますと、清水さんも大好きですという事前のコメントでいただいてたんです。で、今日私初めて直接お話をお伺いしたんですが、この方がそうおっしゃる意味がよく分かりました。ありがとうございます。でですね、その事前にいただいた、まあ、お声、まあ、質問ということなんですが、先ほどちょっと E さんからもありましたけど、まあ、家族層や直層が増えたようだと。で、今後もまあ日本に定着するとお考えですかと。そのことによって葬儀っていうものがどんなふうに変わるとお考えですかっていうご質問をいただいております。そうですね。おっしゃる通りでですね、今、まあ、コロナでこういう状況になってますけれども、まあ、昔の状況にももう100の状況がまあ100に戻るかっていうとですね、そこまで戻らないんじゃないかなというふうに思っててですね、葬式がもう本当にその家族とか直葬みたいなんで、終えてしまうっていうのはですね、まだかなりの比率でこうコロナが終わってもですね、まあ、残っていくんです。で、やっぱりまあ我々はそのもちろんですね、100歳超えた方がですね、お友達呼んでバーンとこう派手にするっていうのは
ないんですけれども、そのやっぱり、それぞれだと思うんですよね。70代で今こういう関係がたくさんあるような方が亡くなってですね、で、まあその家族だけで愛しましたっていうとですね、お別れ言いたかったとこう電話がボコ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 かかってきたりするわけですよね。その後あるいは家に行って職をさせてくれと言って葬式はがきを送った次の週から毎週土日はお客さんがやってくるとかですね、その度に家掃除してお茶菓子用意して待ってなきゃならないとかですね。でやっぱりそのまあ家族亡くなった方はその何て言うんですかね、その家族だけが私有財産というか家族だけのものではなくて、もうちょっとその外に家族というコアの外にですね、まあ、友人知人とか先輩後輩とかってこういうようなやっぱりこの関係性のその、な濃淡はあるにせよ、まあ、そういう関係があるわけですよね。なんでやっぱりそこに対する配慮っていうものを持った上でですね、どういう形がベストなのかっていう形で決めていただくのがいいと思うんですけれども、まあなんかこう世の中ってこう大体こう二元論みたいな感じでですね、こっちかこっちかみたいなんですね、まあそんなことでそういうことがまあちょっと伝わってないところにはちょっとまあもどかしさを感じて、まあ我々としてはそういうようなお話、さっきのお葬式の意義とかも含めてですね、我々最初宗教的な意義は分からないというかあるんだと思うんですけれども、分からないけれども、まあ、こういう考えもありますよね。あるいはそういう人間関係っていうものも家族以外にもたくさん持っておられる方っていうのもいらっしゃった、まあ、そんな方の場合はそういうような配慮みたいなそういう機会をやっぱり提供する方がまあいいんじゃないかなとかですね。でまあただご質問で言うとやっぱりそういう流れっていうのがあってですね、でもちろん必要に応じて昔のような形にコロナがなくては戻っていくわけですけれども、100のものが100に戻っていくっていうことではなくて、まあ、90とか95ぐらいの、まあ、イメージですけれども、そんな形になるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。そこにつながるお話で、こちら、ここからはちょっとチャットでいただいたご質問を答えていただけたらと思うんですけれども、はい、一般的に、まあ、御社のサービスを利用される方っていうのはシニア層かと思います。ただ、そのシニア層となると、IT リテラシーというのは、まだまだ、まあ、追いつかない方も多いと。で、そういったときに、御社は、そのインターネットサービスに高齢者をつなげるような工夫っていうのはされてるんでしょうかっていうご質問。はい、そうですね。まあ、今のこの葬儀とかを図って、本人がこう電話してくる、当たり前ですけど、本人が電話してきて、今、既得なんで、ちょっととか言ってくるわけじゃなくって、まあ、今、平均寿命が男性が82弱、81点いくつで、女性が87とか、それぐらいだと思うんですけど、そのちょうどその子どもの世代なんで、50代中心に、うん、60代40代、まあ、この辺りの方々なんで、まあ、今はもうその辺りの人たちっていうのは当たり前のようにこうインターネットを使うという時代ですので、そこはあるんですけれども、一方で先ほどから、まあ、我々その介護だとかですね、この自分のテーマっていう方もまあだんだん増えてきてるわけですね。今までは亡くなった父のことで、父が亡くなったのお葬式とか、それに絡んで相続の手続きをしなきゃならないとかですね、でそういうようなことであればインターネットで十分なんですけども、介護施設に入りたいとか言うとですね、まあ、ご本人みたいな話になったりする、場合もあるわけですね。その時におっしゃるご指摘の通り、インターネットを通してだけでお客様を集めるというのはやっぱり限界があるだろうな、まあ、毎年毎年ネットのする層の年代は1年ずつ高まっているとは思うんですけども、ね、オフラインということでお客様に集まっていただくというのは重要で、まあ、その取り組みといたしまして、まあ、例えば今日本郵便さんとの就活サービスの提供ですとか、それから最近ですと第一生命さん、それからまあ地銀さんが今もこれからもたくさん地銀さんとの、まあ、要は高齢者の方とリアルな関係性、ネットワークをお持ちになっている企業様と手を携えて提携をしてですね、
そういったシニアの方々に、この就活のサービスを提供していこう、まあ、この取り組みがすごく重要だと考えてですね、力を入れて今進めているところでございます。それから自治体との関係取り組みについても、将来的にはそういうその自治体の先にいらっしゃる住民の方々にそういうサービスを提供していこうというこの目論みでですね、進んでおる事業でございますので、インターネットだけ、オンラインをもちろん力を入れていきますけれども、一方でオフラインのところにも力を入れていくということが回答かと思います。ありがとうございます。ではちょっと時間軸戻しまして、鎌倉新書さんを、清水様が引き継がれた頃のお話でちょっとご質問いただいてるんですけど、そもそも引き継がれましたと、はい、でその時に、あえて鎌倉新書という名前を変えずにですね、事業をこう展開されていった、はい、その理由はあるんですかっていうのが一つと、あと、そこにちょっと関係するかもしれないんですが、御社にとっての競合というのは、はい、どういう存在、もしくはどんな会社が競合になられるんですかっていうご質問。なるほど。はい。一番目の社名につきましてはですね、おっしゃるようにですね、だんだん2000年に入って2010年ぐらいからはですね、出版の比率がどんどん下がっていって、ネットの部分が大きくなって、で、それから上場準備をしているときにですね、この社名変更の話はですね、何度か出ているんです。で、私自身、その鎌倉新書っていうね、親父がやったからそこにこだわってるっていうことも特にないんですね。で、何かというとですね、情報のその仕入れと売りがあってですね、今出版でこう、売りっていうか、出版だけでやっていくっていうのはかなりやっぱりこう、厳しいと思うんですよね。一方で情報のその売る方じゃなくて仕入れる方っていくとですね、なんとかドットコムですけど、お前誰だと言われるのに、鎌倉新書ですと、お、鎌倉さんどうしたのなんて言ってですね、ちょっと社長お話があるんで、お、何俺のことを出してくれるのとか、取材してくれるのとかですね。で、行くと、ちょっと実はこういう提携しませんかとかですね、そんなことを。で、やっぱりこの、なんていうんですかね、当時考えたことは、上場直前ぐらいに考えたことは、やっぱり情報って、売りは確かに出版でやるときついけれども、仕入れっていうのは、やっぱりその、紙の媒体の信頼性っていうのがです、信頼度っていうんですかね、やっぱりそういうのがやっぱりあるんで、それらをちょっと、トータルして考えたときに、この社名で行ってもいいんじゃないか。あるいは、こういった社名も、の方が、また新鮮味もあるんじゃないか、みたいなことでですね、その時変えなかったんですね。で、変えずに今まで来てるっていう感じですね。だからもしかしたら、この先、将来的にですね、そういう、ことが来るかもしれませんけれども、現在の時のところまではそんな考えのもとで変えずに来て、います。で、競合っていうことで言うとですね、その一つ一つの事業の競合っていうのはそれぞれ、あるわけですね。ですけれども、こういった、コンセプトですね。要は私たちはユーザーの立ち位置になって、よく話すですね、川があって、左岸の、例えばお父さんが亡くなった人が川の左の岸の川でポツリと立っていると。その人を船に乗せて、右岸の葬儀社のところに乗せて船で連れて行って、立ち印をもらう。お墓も同じ、その相続も同じで、我々は左岸の川のほとりに立っておるユーザーを船に乗せて、右岸のサービスプロバイダーっていうんですかね。そういう介護施設であったり、葬儀社であったり、司法書士さんであったり、不動産会社であったり、そういうところにお連れをすることに徹底してやろうと。で、この右岸はやらないと。だから、たまに銀行なんかが葬儀社の売りが出てますけど、MA しませんか。でも、それはやりませんと。なぜならば、我々が葬儀社を買収したら、ここで葬式やってくださいというふうになっちゃう。で、それってユーザーの目線じゃないよねと。売り手目線になっちゃうから、それはやらない。で、今回、その介護でも、その事業者を、買収しましたけど、あれは同じように、我々と同じように、介護の施設に入りたいという人たちを事業者に結びつけている、同じ船頭という会社だったので、そこは、我々ぜひやりたいっていう。
いうようなことですね。で、まあ、質問に戻ると、そういう意味で、一つ一つのこのお葬式とかお墓とかですね、そういった、事業については、競合がいますけれども、そういった、就活全般の、その、インフラを作っていこうという、意味での競合っていうのは、今のところ、存在していないので、今のうちに、さっさと作り上げて、まあ、高いその参入障壁を築いておきたいなと思っています。ありがとうございます。私からもいいですか。はい、今のお話に関連すると、多分その供養っていう業界というかに対するそのやっぱ鎌倉新書さんっていう知名度みたいなものがやっぱりすごく参入障壁になると私は思っていて、でご質問の中にリクルートさんとの比較みたいなのをされてる方もいらっしゃいましたけれども、その例えばじゃあリクルートみたいな会社がじゃあこれからやろうって言った時に、その供養の領域で、で一個一個がそんなに大きくない事業者さんですよね、当然仏壇仏具とかその石材店とか、はいはい、でそこのネットワークをじゃあ一から作れるかっていうとやっぱなかなか難しいよねと。でそれに対して鎌倉新書さんはやっぱそこの供養っていう業界、その就活の中でもそこをすごくコアとして考えた時に、そこに対するもうすごく刺さってる部分っていうのがあるんで、それがやっぱりすごく参入障壁になるんじゃないかなっていうふうに、そして私は思ってるんですけども、はい、はい、そうですね、まだその参入障壁大きなも気づいたわけじゃないんでですね、偉そうなこと言えませんけれども、まあやっぱりリクルートさんのことはまあ参考に、でリクルートさんもまあ葬式のところ入ろうかっていう話で昔リクルートの方が来られたこともありましたけれども、まあなんていうんですかね、ライフタイムバリューっていう、葬式って一度きりですよねと、一回来たお客さんもうさよならですよねと。いうような、まあ、その方はそんなふうなことをおっしゃって、それでまあちょっと、やめようっていうか、この社内の毎年やってるコンテストなので、いつもいいところまでお葬式のビジネスやろうっていうのがあるらしいんですけれども、まあやらなかったみたいな話をちょっと昔伺ったことがありました。はい。だけども、我々からするとお葬式の方が、まあ同じ葬式を何回も買わないですけれども、リピートしてですね、ではなくて違うものを必要になるっていうことではあるので、そういう意味でそのライフタイムバリューという意味ではまあ一回こっきりっていうことではないんだよなっていうふうに、まあそれまだこれから我々がやっていくチャレンジですけど、はい、ありがとうございます。実はお時間になっているんですが、ちょっと私の確信犯的なところもありまして、清水様も少しこのままお時間をお付き合いいただけるということですので、引き続きちょっとご質問答えていただけたらと思います。はい、皆様も可能な方はぜひ引き続きお付き合いください。で、ちょっとこの後直接ご質問したいって方もいらっしゃると思うんですが、その前に一つまたチャットにいただいたものにお答えお願いできたらと思います。今ちょっとお話のあったですね、まあ、最終のお客様を見て、まあ、業者さんをつなぐというのは話がありましたけれども、やっぱり葬儀、お墓、相続といった業界では、まだまだこう悪徳業者みたいなね、ちょっとイメージが悪い部分もありますと。で、御社のウェブサービスでは、業者検索、紹介などもされていると思うんですけど、良い業者を選定するといった点で何か工夫されていることはありますかというご質問をいただいています。そうですね、さっき、説明の時もちょろっと言いましたように、この領域って共通するのは、その難しい言葉で言うと情報の非対称性っていうやつでですね、お客さんって初めての経験で、まあ知識、まあ極端に言うとゼロで、売り手が100なわけですよね。で、まあそれって例えば、まあ、パソコンだったらなんとなくそのメーカーはここでなんか画面の大きさはこれでなんかこうなんかこうスペックみたいなものでですね、なんとなくですね、ユーザーもゼロってことなくてですね、でそこにアドバイスがヨドバシカメラの方のアドバイスが入ったりとかですね、だけどももうこの領域っていうのはもうその売り手と買い手の情報が圧倒的に違うんで、何が起こるかっていうとですね、そのまあまあ、要するにお客さんを丸め込もうっていう、こう、誘惑がですね、やっぱ生まれやすいっていうことだと思うんですね。必ずしも皆さんがそんなことやってるというわけではないですけれども、
相手が知識がないわけですから、まあ自分主導でですね、まあこういったものもいります、こういったものもあった方がいいですねとかですね、皆さんこうされてますとかですね、言われると分かんないものです。あ、そうですか、じゃあお願いします。まあいうようなことに、まあなり、ガチだっていうことですね。だからそういう意味でやっぱり我々はまあできる限りそういうそのお客さんにこう選択肢をまあ提供するということをまあ努めてまあやっていこうというふうにまあ考えています。で、悪徳業者っていうのはまあまあゼロではないとは思うんですけれども。まあまあ、今はそんなにまあ多くはないとは思うんですけれども、まあ、どうしてもそういうような形で、なんていうかね、まあ、例えば、売りたいものを売りたい、売ろうとかですね、そういうのがまあやりやすいということでもありますよね。自分たちが売りたいもの、まあ、わかんないけど、まあ、利益率が高いものを売りたい。会社の方針としてこれを売ろうと思ったものを進めようとかですね。まあ、どうしてもそのユーザーのニーズを、まあ、ねじ曲げるっていう誘惑が、まあ、生まれやすいのが、まあ、この領域、なぜならば情報の非対称性が大きいので。で、そこをやっぱりこうユーザー目線からサポートしていくっていう、まあ、取り組みは、まあ、まあ、最終的にはユーザーがまあ認めてくれるんじゃないかなというふうに思っております。はい。はい、ありがとうございます。すべてのちょっとチャットでいただいたご質問に答えきれたわけではないんですが、まあ、大体お話の中で触れさせていただいた内容だったかなと思ってます。で、ここでですね、直接ぜひ質問したいという方いらっしゃったらですね、カメラ、マイクオンにして出てきていただいて結構ですので、直接ご質問したいという方いらっしゃいますでしょうか。もしくはチャットでいただいた方でご発言したいという方でももちろん構いません。はい、ご自身でカメラとマイクオンにしてお話しされたいという方いらっしゃったらお知らせください。大丈夫ですかね。いざこうお声掛けするといいのかしらっていう、直接質問なっていいのかしらっていうふうに、ね、なりますよね。ではちょっと声がないようなので引き続きチャットの方にいただいてたお話で、まあ、本当にこうクロスセルなんて言い方がありますけれども、まあ、お墓から始まってこうどんどんその領域、就活領域っていうのは広げようと思えばどこまでも広がると思うんですけど、そういったクロスセルでしっかり利益を上げていこうっていうお考えで今進まれてるっていうことで、まあ、事業の利益って意味ではそういう理解でよろしいですか？はい、取り組みの、テーマは、まあ、先ほど3つあって、1番目がそのサービスのラインナップをもっと増やしていくっていうことですよね。先ほど川のあれで言うとこうなんていうの、船便の路線数をもっと増やしていくっていうことですね。それからそのお客様の数を増やしていく、左が左岸に来るお客様を船に乗せる数を増やしていくっていうのが2番目で、で3番目がその使ってもらったお客さんに他のサービスを使っていただくっていう、まあ、クロスユースって言ってますけれども、そこだと思っております。それでそこは非常に重要で、でやっぱりその先ほども言いましたように、その適切なアドバイザーっていうのがなかなかこう、じゃあ相続のなんかこう申告やろうと思った時にパッとじゃあ彼に頼もうなんて、そんなすぐ出てくる人ってやっぱりそんなにはいないわけでですね、やっぱりそういうことでお手伝いした方はまあ満足をいただける可能性も高いと思いますし、満足いただいた方がじゃあここもなんか分かるかななんて言われて、まあ、ちゃんと専門性を持ってお答えできるという体制を作っておけば、そこは非常にやりやすいと思うんですね。で、じゃあ今先ほど我々いろんなラインナップがある中でどことどこと親和性があるかと、例えばお葬式やって何日後にこう、お墓のご案内するとユーザーの方がちょうどこうそのことを考えるタイミングなのかとか、あるいはそれがこの相続馬だとどのくらいのタイミングなのかとかですね、まあ、あるいはそういうどういう形でお声掛けをするのがいいのか、それはメールなのか紙の郵便物なのか、あるいはこう電話をするのがいいかとか、まあ、そういうようなこう今いろんなこうクロスユースのパターンが、うん、たくさん組み合わせがたくさんあってですね、
で、そういう中でそのどういうような形でご案内を進めていくのがいいかと、まあ、こういったノウハウをですね、蓄積を今していっているっていうところでございまして、まあ、それができると、まあ、クロスユースは、まあ、ビジネス的に考えると、まあ、集客っていうかお客さんを集めるためのコストは1で、売上が2とか3になるわけですから、当然収益性は急激に高まる、まあ、はずだということで頑張っております。ありがとうございます。直接の質問、皆様よろしいですか？お話直接いただける機会なかなかございませんが、大丈夫そうでしょうか？ではちょっと最後にさせていただきたいんですけども、今日は決算発表資料、まあ、ちょっと先ほど皆さんには、はい、URL を送りさせていただいたんですが、ちょっと共有させていただくと、中にその介護のお話もあったんですよね。はい。で、こちらを、まあ、こちらについてのご質問がありましてですね、今、まあ、満足な介護を受けられる方とそうでない方っていうのがこれから、まあ、二極化するんじゃないかと、その中で御社はどんなふうに介護と関わっていかれますかというご質問をいただいています。そうですね。非常にその辺、難しい、質問で、まあ、まだまだ、就活という、インフラということを標榜した中で、まだまだ、この介護という領域にですね、まあ、こう分け入って、まだ間もないんでですね、これからちょっといろいろ勉強しながらですね、考えていきたいなと、いうような段階。で、まあ、さっきも言ったように、まあ、一つ言えることは、その、儲かることと儲からないことが、この領域混じってるんで、やっぱり儲からないことをきっちりやり続けられるかが大事で、そこにブランドが構築される。で、今なんかは、インターネットで集客するのに、こう、なんていうの、こう、ネットのその、Google とかにこう、リスティング広告とか出すんです。いつも言ってるんですけど、広告なんていうのは、この、明日も広告で集めます、明後日も広告で集めますなんていうのは、まあ、その、まあ、ダメな考えで、明日広告を出さないでいい会社になるために今日広告出すんだと。いうことをやっぱり追求していこうよと。で、まあ、イメージで言うと、Google に、広告を出したらクリックされるたんびにですね、お金払わなきゃなんないんですけども、一人のこうシニアの方にすごい喜んでもらえたら、その人が近所の5人の人に喋るだろうと、で、それがどんどん連鎖していけばですね、Google のお世話にならないでもですね、サービスはどんどん広がっていくはずだと。で、そこに至るためには、その先ほど言ったように、しっかりそういった、目先のお金になりにくいことでも、やっぱりやっていく。でも、それは、お金になりにくいから、なりにくいんじゃなくて、なるんだと、将来は。なるんだというふうに、考えて、やればいいじゃないかと。で、そこを、まあ、なんていうんですかね、まあ、これも、この先般出したあれに書いたんですけれども、後ろの方でまあ長だらだらと文章を書いたんですけれども、そういうことを続けていった先に、やっぱこうブランドっていうものがですね、まあ出来上がる、というふうに思ってですね、まあ、短期的に考えるとですね、割に合わない。で、まあ、私の場合はたまたま、まあ、自分が、まあ、オーナーだっていうことですので、別に今期の、まあ、こんなこと、投資家に言うとあれですけれども、まあ、今期の、まあ、業績が仮に、投資のためにですね、多少こう、へこんだ、でもですね、別に、お前クビだと言われる可能性は低いわけですね。どうしてもやっぱりこうサラリーマンの経営者の方だと、やっぱり今期来期の業績上げなければですね、まあ、お前ダメだというふうに言われる。で、そのためにじゃあ投資をしないというような選択をするっていうこともまああり得るわけですから、やっぱりそれじゃいけないと思ってし、やっぱりやるべきことってあるんで、やっぱりそこはやっぱりしっかりやっていこうと。で、短期のことに、まあ、あまりこう、とらわれずにですね、
やるべきことをやっていくと、そんなふうに思っています。ありがとうございます。最後に金言をいただいて、私も思わずメモらせていただきました。ありがとうございます。ではちょっとお時間もかなりこう超過してしまいましたので、このあたりで今日のセミナーは終了とさせていただきたいと思うんですが、 B さん、原島さんからはございますでしょうか。最後清水様にメッセージいただく前にですね、何かありましたらお願いいたします。じゃあ E さんですかね。はい、はい、今日は参加をいただきました皆様、本当にありがとうございました。なかなかですね、やっぱり就活みたいなことも先ほど清水、会長からもありましたけれども、まあ直面して初めて考えるっていうのはほとんどで、実際にはなかなか準備ができてないということだとこれまであったと思いますけれども、まあ本当に、今健康寿命も伸びて、実際にこう、長寿社会というような中ではやっぱり、憂いを少なくしていくっていうのが鎌倉新書さんの、まあ、ミッションの一つで、そういったところをやっぱり、ちゃんと準備をしておくということで、積極的な前向きな高齢者を増やすというのはすごくやっぱり大事なことだなというふうに改めて思いました。皆さんもですね、ぜひそういった意味では今日気づきがたくさんあったんじゃないかなと思いますし、そういったヒントをたくさんいただけました。清水会長に本当に心から御礼申し上げます。本日はどうもありがとうございました。原島さん、ぜひお願いします。はい。そうですね。今日ちょっと本当は、Q&A で お伺いしたかったけど、ちょっと聞けなかったところで、以前お話をお伺いしたときに、すごく印象に残っていたのが、まあ、今日お話しいただいたような、鎌倉新書さんのその戦略というかですね、っていうのは、やはりすごく長期目線なんですね。なので、短期の業績だけで評価しようとする投資家にはやっぱり刺さらない部分というかがあると。で、日本には日本の投資家ではあまりやっぱりそういう話はできないんだけど、海外に行くとその海外の投資家は結構そういう長期の話を聞いてくれるっていう話をお伺いしたのが僕はすごく印象に残っていて、でそれはやはりその日本のこの投資運用のその業界全体のちょっと課題でもあるかなというふうに思っているので、まあ、やっぱりそういう意味では、まあ、我々、まあ、当然短期の業績っていうのも追い続けるんで見てはいくんですけれども、そうではなくてその鎌倉新書さんが今日お話しいただいたようなその長期の戦略っていうものがブレていないかとかですね、そこがちゃんとそこに向かって進んでいるかっていうことを引き続き注意して見ていきたいなっていうふうに思っておりますので、はい、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ではお客様今チャットの方にもですね、清水様へのお声をお寄せいただける URL 入れさせていただいてますので、ぜひご協力ください。では最後にですね、清水様、今日ご参加の皆様にぜひメッセージをいただけましたら幸いです。お願いいたします。はい、今日はですね、長々とですね、お話を本当に聞いていただいてありがとうございます。先ほども言っていただいたようにですね、よくこの3ヶ月のですね業績でこの数字が 0.1% 下がったのはどうしてですかとかですね、まあ、こういうことを聞かれるケースが結構多くございましてですね、いやそれって本質的な話じゃないんだよなと思いながらですね、いやこれどうしてだっけなんつってですね、まあ、事務方に聞いていてですね、でまあ一方でまあ本当に海外の投資家の方っていうのはお前ら長期的に何考えとるんだみたいなですねことでですね、まあ、聞いていただけるのあれがあって、まあやっぱり、まあ、まあコロナであれですけども、ネットでやれるようになりましたけども、まあ、なかなかね、三月に一回話聞くっていうのはできないから、どうしても長期目線になるのかなと思ってたんですけれども、まあ、本当に、まあ、私たちの会社の場合は、やっぱりこう大きなテーマが、この社会にこう横たわっ
ている、まあ、その山のもう真ん前に立っている、今いるわけですから、まあ、私たちの会社の場合は、もうそのでかい山を登りに行くっていうことをまあやるべきだと思ってます。それと同時に、こういうふうに中長期的なこう話をまあ偉そうにさせていただきましたのでですね、もう言っちゃった以上はやらなきゃならないっていうですね、自分を追い込むというところでもですね、本当に今日はいい機会を与えていただけたのというふうに思って非常に感謝をしております。ぜひ今後ともですね、何かございましたらぜひいつでも会社の方にもご連絡いただいてですね、ご質問等ありましたら連絡いただければというふうに思いますし、私の取り組みにですね、これからもですね、ぜひご支援をですね、いただけたらというふうに思っております。今日はどうも長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。最後にですね、とても心に残る大切なお話を聞くことができて嬉しいです。ありがとうございましたというメッセージもいただきました。改めまして、清水様、今日お忙しい中、本当にお時間割いていただきました。ありがとうございました。そしてご参加の皆様も長時間にわたりましてありがとうございました。ぜひ繰り返しですが、清水様へのメッセージをお寄せいただきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは本日のセミナーを以上とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。